こんにちは。では、表記お願いします。はい、北山チャンネルよいしょ。さあさあ、どこかわかりますか？暗いねてかもうこんな時間か。そうです、18時半。ここは有明ですよ。なぜ有明かわかりますか？ライブやるからでしょ。なんだよそれ。俺その音何年だよな。そうなんです。前回水道橋の東京ドームだった。なんとなくちょっとディナーというか。ディナー？有明でディナー楽しみ。ディナー？有明って俺あんま歩いたことないんだよね。海すぐそこでしょ？はい。ちょっと本当は海でオープニングやろうと思ったんですけど。雨、あいにくの雨。通りで暗いわけだよ。なんかさ、外の県と結構雨降ってない？そうです。だってこのワンちゃんもすっげえ雨だったじゃん。そうです。あと、あれ宮田とサウナ行ったところのあの時も雨だったじゃん。そうです。雨男？いや、ここ有明はやっぱ先ほどおっしゃったようにアリーナ、有明アリーナここが一番ですよね。一番待ちながらってことは単独ライブで6月はここが一番ですよね。一番、まあ、盛り上がってほしいよね。ここが一番です、うん、ということで。ここ一。はい。ここ一です。好きです。北山さんも好きですし、前回あのファンからの質問コーナーでココイチに行ってほしい、ココイチのトッピングを知りたいみたいな、覚えてますか？ほうれん草、チーズ、ソーセージ、今回ココイチでもっと楽しんでもいただこうと思いまして、あるココイチにめちゃくちゃ詳しい方を呼んでおります。へえ、それ心強いね。ただ結構大物なの。大物芸能人、大物メガネ芸能人。おぎやはぎ。まあまあそんな感じです。これおぎやはぎさん。あとメガネ誰？分かりました。でもよくこのチャンネル来てくれたね。そうなってくるとさすがだね、ブッキング。ああ大丈夫、カメラ音だ。ああ終わったわ。何やってんのよ、もう。大丈夫でした？大丈夫も何も。じゃあ行きましょう。いやもう行きましょう。この画角一番嫌いだよ、下からのダメ。こちらの中にある。何これ、この中にあるの？はい、俺のイメージじゃないんだけど、もっと路面的な、はい、中に入ってんの。はい、ただちょっとすみません、ここから撮影許可取ってないので。どうすんの？ジャンプ。あ、ここはダメなんだ。はい、なんでこのココイチの目の前までジャンプすれば行けるらしいので。わかった、そこはテレビ仕様ね。はい、じゃあ食べ行きましょう。はい、せーの。最悪だってマジで。恥ずかしいさ。こんな人いる中で、あ、こうやって撮るんだってなっちゃうじゃんね。一応ここが本当はココイチだ。てかここめちゃくちゃいっぱい入ってんだね、ご飯。え、お、おお、どこにいるの？背姿、オーラ、
めちゃくちゃ大物なんで。いや、背中ちっちゃめだ。え、じゃいいの？で、どうすればいいの？肩ポンポンと。あ、失礼します。おお。おい、待ったよ。メガネがゴールド。メガネゴールド。そこじゃないから。なんかすごいハードル上げるのやめてもらっていい？いや、ちょ、超大物が待ってるんで。俺結構急いで。僕らの中では超大物なんで。いやいやいや、大物じゃないよ。内村さんとか来ないと割に合わないでしょ。いやいや、背姿とか言わないでよ、ちょっと。いや、だってオーラス。いやいや、ちゃんと隠れといてくださいって言われたの。背中ちっさってなったんです。いやいや、まあ、ココイチ大好きだから僕。あ、小宮さんも。はいはい。ということで、三四郎の小宮さん、あ、よろしくお願いします。お願いします。いや、なんなら、あんまり喋ったことないぐらいの。そうだよ。何回かバラエティ共演はね、したことあるけれども。ちょっと緊張してます。大丈夫。人見知りもめちゃくちゃめちゃくちゃ緩いんで、うん、人見知りもね、出てね。あ、そうなんすか。ココイチ愛はもう本当にすごいから僕は。あ、そうなんですか。いや、そうよ、本当に。いや、俺も好きですよ。あ、そう、食べました。あれ、某トーク番組出てるから。某と、テーマ、芸人なんとか、なんとか芸人の、あの芸人テラさん。はい。あ、雨。雨。今日雨降ってたんだね。そうそうそう、出てるから。僕、11年ぐらい前にココイチ大好き芸人として出てるから。11年前。11年前ぐらいに3回目なんで、僕があの番組出たのが3回目で、1回目が声へんてこ芸人で、2回目がキモいって言われすぎ芸人で、3回目がココイチ大好き。飛んでココイチ。そうそう。ちゃんとしたやつでね、やっと出れたのがココイチ大好き芸人で、もう僕も辛いの大好きだから。あ、辛いの基本的に。10年前、だからもう歴史はすごいですよね、ココイチのね。いや、そうですよね。そこからかなり変わっていってんだよね。あれ、それずっと通ってるんですか。かなり通って、もう今も週1、週2ぐらいで通ってるから。マジっすか。うん。まあ、昔と違うのがちょい足しみたいなトッピングができるんだよね。がっつりとかじゃなくて、ちょっと気になったメニューとかあるじゃん、うん、でも全部は食べられない、網羅できない時にちょっと、まあ、ハーフサイズじゃないけどそれでいけるから、かなりいろんなのが堪能できるっていう。ちょっと本当に本当に好きなんですね。いや、本当に好きだよ、めちゃくちゃ好きだもん。え、自分のじゃあ、ベストオブトッピング何なんですか。あ、言います。え、ある。僕ありますよ。え、週に何回ぐらい行ってる。週何はないかもしれないけど。あ、それは甘いよ、じゃあちょっと。2週3週に1回は食べたくなる。じゃあ、え、何個ぐらい入れるカレーの中に。僕のトッピングは最高のやつね、うん、ほうれん草かぶった。ほうれん草。じゃあ待って待って、ニコレ。はい。え、マジでほうれん草。ほうれん草。はい。豚しゃぶ。豚しゃぶ。ちょっと待って。何何何。三つ目よ。せーの。納豆。あ、違う違う違う、納豆なんだ。どこあるやん。気になってる気になってる、納豆。いや、でもほうれん草と豚しゃぶはかなりめちゃくちゃうまい。熱烈なファンが多いからね。ほうれん草、豚しゃぶ、チーズ。お。あ、まだある。もう一個あります。何。半熟卵。うわ、スクランブルエッグじゃダメ。ダメ。ダメなんだ。飲み物にするんです。卵はサラダの方に僕つけるから。サラダも美味しいんだよね。ノンオイルドレッシングで。あ、食べたことない。もう辛さも最高峰が前は10辛だったけど、もう20辛になってる。いや、辛すぎも良くない気がするんですよね。まあ、そうそう。辛いのも良くないけれども。いつも何辛なんですか。辛いの好きっておっしゃってました。あ、辛いの好きだけれども、10辛とか全然いけるんだけど、お腹下しちゃうから。お腹弱いから。シンプルに。そうそう。だからミルクとかあるから、ミルクで膜張って食べるとかも手で。あ、この中に。そうそうそう、メニューの中に牛乳もある。そうそう、牛乳、ミルクもあるから。それで辛さね、ちょっとね、あとね、店員さんとかに聞きたいけど、え、いつも何辛でいってる。いや、俺普通か1辛なんですよ。辛いのはいける？好きなんですけど、これ僕はいつも4辛ぐらいで行って、でもなんか後悔しちゃうじゃん。もう辛いと全部食べられないで。そうね。その時は飛び辛スパイスって、このスパイスあるから
これ足していったら辛さかなりどん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 上がっていくから、あじゃあ今度これでいこうって分かるから、これ飛び辛スパイス、じゃあ1辛にしといて、そうそうそう、それかければ2辛ぐらいになるから、あそうそう、こんなのあるんだ、気をつけて、でもこう2辛3辛ぐらい、ここから飛躍的に辛さこれこの合間が全然違うこっからマジでほらダブルスコアで引き離していくんだよ1にがいいな、最初1ね、じゃあ最初1で、まあいけそうだったじゃんこれで、あとあの今あのだから10年前とかからさ、まあココイチ芸人でやってるけど、やっぱこういうタッチパネルじゃなかったんだよね、はいはいはい、口頭だから、はいはい、口頭だから、じゃあカツカレーお願いしますみたいな、そうちょっとあっちもイライラするらしい、カツカツもかなりいろいろあるからね、種類なんだよって店員さんからしたら思ってるんだよ、チキンカツとかもあるし、カツとか二日酔いの朝とかちょっとカツと、まあ、カレーカツカレーとかちょっと食べたいけどちょっと重いなみたいな、うん、時はナスにするんですよそれナス揚げてるからちょっと物足りなさもないし、でもなんかちょっとヘビーな感じでもない、豚しゃぶとナス、俺これの組み合わせないな、いいいい、ね、これのちょい、あ、ハーフナスあるから、本当に知ってそうです、知ってそうよ、そうよ、本当に好きなんだもん、なんかいや、僕らもお母さんですけど、はい、ココイチで検索してるのに梅さんの名前が全く出てこない、まあね、でもなんかあそこからアップデートされてやっぱ好きになるよね、あとこれが入ったってことで調べましたそれもあるよ、意外と真面目なところあります、ありがとうございますいや言ってんのは言ってるよ、めちゃくちゃそれ食べたりしたから、これこの調査で食べに行ったんですか、ココイチに、もちろん行ってましたそんなに力入れるとこじゃない俺らのとこだからこうやってこうやってる時も手震えてました、ドキ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 これ悩んじゃうな、せっかくココイチのお店入ってきたからさ、いやそうだからいつも食べないのを挑戦してもいいし、いつも通りでそこからなんかカスタムしていってもいい、ちょっと一回じゃあ僕らのスタンダードをやってみて、うん、まあね、で気になるのをちょっと次やってみますか、まあ、ほうれん草カレーは、うん、ほうれん草カレーでもかぶってもいい、硬いよね、僕はもう別に緩いっていうことだったらかぶってもまあいいっちゃいい普通だったらじゃあほうれん草だったらこっち変えてカツとかにしましょうとかあるけど、それいらないゆるゆるなんだ、ゆるあ、よろしくお願いします、お願いします、あら、来てくれて、普段はじゃあここにの店舗で働いてるわけじゃない、違います、あの本社が愛知にありまして、ああ、はい、1号店が愛知県にありますので、はい、ただ私が言ってないほどめちゃくちゃ詳しかったです、いやいやいや、でも僕が分かんないこととか森さんとか、ね、ご存知なのかなと思って森さんはどれぐらい前から働いてるんですか、私は社歴で言うと、まあ、アルバイトの頃からも含めると、はい、もう20年ぐらい、うわ20年選手、20年だ、内部の人というか社員とさんとかしか知らない情報っていうか、まずなんかトピックっつうか、なんかあのどうですかね、あのとろり甘くなるソースとかほとんど、いやいやいや、僕もそれはあの飛び辛スパイスはある、はい、辛さを選べれるっていうのがあるんですけども、はいはいはい、あの甘くなるソースによって甘さも調整できるっていうか、今の方にお持ちいただければあのお持ちさせていただきますので、あでもじゃあ、4辛とかにしても、はい、甘いの入れたらちょっとコクが出るみたいな、それで深みが増すといいますか、あ、それやってみたい、あの味が楽しめる、辛さ残したままちょっと、そうか、甘いの苦手な人でもいけんの、そうです、あれ来た、私はほうれん草と半熟ですかね、あそうだ、あとチーズですね、はい、チーズも入ってる、あのパリパリチキンほうれん草納豆ハーフ豚しゃぶの4から100グラムですね、はい、いやうまそうっすね、今夜さんのもこれはこうですね、こうや
うわこれ、ね、これここで混ぜんす、一回こっちはこっちで、うん、あ、来ましたね。うわチーズね、いや、いただきます。うめぇ、うめぇ、うまっ。4からっすもんね、うん、うわこれ最高、熱っ。よくね持ち帰りで僕は結構食べるから、こんな熱々なのあんま食べないから、あ店舗でね、うん、だから結構辛く感じるな。おかしい、おかしいな。だっていつもより小宮さんはどのぐらいぶりにいいんですか。いやもうだからロケハンしてるから2日ぶりだよ。ここの半熟卵の部分、あーいい、これももはや飲み物化してるんで、うわこれね本当にライブの前に、うん、東京ドームとかライブの前に頼んで、うん、俺本当にこれ食ったの。飲み物、うんうまい。こんな感じで入れていいんですか。そうですね、はい、蜂蜜的な感じなのかな。蜂蜜だもん。こっち側のスタンダードの違った味わいを楽しんでいただける。あもう蜂蜜だ。最初ガツンと甘みが来て、でも最後の方にあの辛さが残ってる。 そのバランスがなんかすごいちょうどいい。2段階で、あ2段階で来るからうまい。これ全く違う店のカレーみたい。あらこれもうまいね。これなんかコクが出てすごいな。コク増した気がする。ちなみにうま辛に、うわっ、コクしてます。あこうやって足していけばいいじゃん。ちょっとね、実はこの組み合わせ超美味しいのに、なんでみんなやんないんだろう、ね、組み合わせとかあったりするんですか。なかなかちょっとこのあんまりないですけどね。うま辛ニンニク、あうま辛ニンニクね。うま辛ニンニクちょっと気になってたけど、うん、やっぱりなかなかちょっと手出せない。ニンニクだからね。ニンニクと、そうそうそう、はい、ラー油で赤いやつね。ちょっと、はい、なんかありましたよ。ちょっとちょい足しでうま辛ニンニクもらっていいですか。あいいね、うま辛ニンニクね。あ、ありがとうございます。じゃあ1個いって。そんな辛さは強くないのかな。あ、香りが、うわ一気にこれ男の子が大好きな匂いになったぞ。とりあえずあーああがっつりくるわ。なるほど、これもこれでうまいな。でもねちょっとねやっぱね魚介系行ったことないから。あいいじゃん、魚介系のシーフード行ってみたい、うん、あいいね。あのチキンのカーパイのやつに、これもうで切れないよこれ。どうしよう、一回じゃ終わんねえな。終わんないよこれ本当に。じゃあ言っていただけたらこっちで頼む。これをちょっとシーフード風にしたいな。そしたら海の幸カレ ー海の幸、これが全部入ってるんですかね。そうね、これが入って、イカも入ってる、うん、だからこれにパリパリ入れてもいいじゃん。カーパリとソーセージ開拓しますよ。すごいな。いやいやまあまあ、うん、俺それにするわ。合わないっていうのがないからねここって。海の幸に、うん、カーパリとソーセージ。海の幸にカーパイ、まあ、そうですね。だからトッピングでもいただいたらなんかそれをみんなで食べるっていうのもいいかもな。全然聞いてない。全然反映させてくれない。超超ゆるゆるなんですよ。もう
いつも。このカメラの置き方見たら分かるよ。ゆるゆるっていうの。やばい。これちょっと舐めてんじゃん、これ。これちょっと髪舐めてんじゃん。髪舐めのコメントになっちゃうからさ。あとなんかさっき悪口言ってました。言ってない、話聞いてねえなって普通にあのこうした方がいいと思うって言ったの全く聞いてなかった。なんか揚げ物とか置いといてくれたらそれで勝手にこっちでトッピングするよって俺は聞いてねえじゃん。いやいやちょっと適当すぎるマジでココイチを見せようっていうぐらいのいいね、それは。いいの差し替え、うわー、これはうまい。これどんな感じなんだろう。これチキン食ってみようかな。これね、パリパリでめちゃくちゃ、なんか子供とかもサクッと食べれる感じで。これちょっとディップしてみようかな。これまだ箸使ってないから。いいね。こういうことっすよね。あーね、そうそう、それもいい。おいしいね。これビールと合うぞ。いや、これはうまい。シーフード。あーもうだからルーから全然違うもんね。マジっすか。ちょっといただきます。海ちょっと旨味がカレーに入り込んでる。あ、入り込んでますね。ルーがもう違う、別物じゃないですか。そうね、熱っ。うますぎる。これうますぎるわ。アサリのなんかね、味が染み込んでる。海魚介の旨味がカレーソースの方にも染み込んでる。待って、シーフードめっちゃうまくないですか。確かにこのスタンダードなやつを食べてみないとどれトッピングしたらいいか分かんないよね。うんうんうん。どうこれもうまいなね。これはうまいよ。これは困っちゃうな。シーフードカレーってこんな美味しかったんだね。テーマさんってその今3つ言ってたほうれん草とチーズってうまい。10年前ぐらいは変わってないんですか。なんか変わりそうだったりしますか今日。あーいやー、でもに何回か食べる食べたいなと思ったら、うん、あ、前回豚しゃぶにしたから次シーフードにしようっていう思考にはなるかも。そうね。だからココイチの頻度が増えるかもしれない、ね、その可能性高い。それでちょっと変えていこうかみたいな。代謝がいいから汗だく。汗だく。あらら。やばい。もう上脱ぎたいぐらい。で豚しゃぶもうまいからな。ここ来たら豚しゃぶとほうれん草行きたいなと思っちゃうんだよね。それをなんか。それ食べたくてココイチ食べるぐらいの時ありますもんね。ああ70種類ぐらいあるんですか。約40種類ぐらい。4、はい、4 40種類ですね、はい、で甘いのとか辛いのとか言ったらもう無限大ですよね。これそうですね。あの組み合わせはもう12億通り以上。12億、はい、12億最高でしたよ本当。久々のね再会で一緒に、なんかあの食事の趣味がこんなに合うんだって初めて分かる。確かに。ココイチ愛は深まりました。いや、もう深まりました。うわ、いや、でも12億、12億通りだからね。種類ね。どっかで自分のベストやっぱ見つけたいな。いや、確かに。いや、でも深まったんだって嬉しい。ロケハンしていてよかったわ。いや、わざわざありがとうございました。まあ、好きっていうのもあるけどね。